東海旅客鉄道、東海旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道は、1987年、昭和62年に、日本国有鉄道、国鉄新幹線総局、静岡局、名古屋局から、鉄道事業を引き継いだ JR グループの旅客鉄道会社の津、東海道新幹線を軸として、東海地方を、主とした中部地方を中心に、 鉄道路線網を有する。本社は愛知県名古屋市と東京都港区。通称は JR 東海、JR と部海、英語略称は JR セントラル、乗車券などには海の略号が使われることもあるため、JR 海、JR 海、JR 海と呼ばれることもある。コーポレートカラーはオレンジ色。東初、名称一部上場企業。 日経225、日経平均株価及びトピックスコア30の構成銘柄の一つ。中部財界を支える有力企業の一つで、歴代社長らは中部経済連合会などの役員をたびたび務めている。トヨタ自動車や中部電力と並んで中部財界の新五三屋と呼ばれることもある。東海道新幹線及び東海地方を中心とする神奈川県。 静岡県、山梨県、長野県、愛知県、岐阜県、富山県、滋賀県、三重県、和歌山県の10県にまたがる12線区の在来線を営業エリアとする。一方で営業キロ数は JR 各社の中で四国旅客鉄道、JR 四国に次いで短い。日本の鉄道の大動脈である東海道新幹線を運営し、 リニア中央新幹線事業を推進していることから、東京本社や関西支社、大阪市を構え、鉄道部門の収益のうち、約85%を東海道新幹線が占めており、在来線の運輸収入は、その1割にも満たない。海外拠点も展開している。2005年7月29日までに、独立行政法人鉄道建設、 運輸施設整備支援機構保有の224万株のうち約195万株が一般市場に売却された。そして2006年4月5日、同機構保有の全株286,071株が1株115万円、総額約3、289億円で JR 東海に売却され、当時上場していた JR3 社のうち東日本旅客鉄道、 JR 東日本、西日本旅客鉄、JR 西日本に続いて、JR 東海も完全民営化を達成した。2006年度の旅客運輸収入は1兆1、470億円で、うち32.5%が、JR 東日本、22.3%が、JR 西日本の窓口、旅行代理店含むで発売されたものである。JR 各社間の取決めでは、 他社区間完結の乗車券類を自社の窓口で売った場合、関係する JR 他社から発売額の5%分の手数料の支払いが得らられること、及び東京都区内、横浜市内、京都市内、大阪市内発着の乗車券類について在来線を利用せず、新幹線駅から直接の乗車、下車であっても JR 東日本、または JR 西日本に一定額の調整金を支払うことになっており、JR 東海は年間約300億円の手数料等を JR 他社に支払っている。東名阪の大動脈にして日本経済を動かす東海道新幹線を経営していることから、日本の鉄道事業者の中では就職人気の高い企業となっている。リクルートが2011年新卒者向けに行った 就職したい企業アンケートでは、JR 東海は1位にランクインしていた。日本経済新聞の調査によると2011年新卒者では8位で、あったが2012年新卒者では14位に下降している。発足当初から JR 西日本と同様に、鉄道事業で収益を支えなければならない、経営事情と新幹線鉄道保有機構が収益の足かせになっていた。 これに加えて、本社があり、人口の多い名古屋近郊地域、愛知県と岐阜県南部、三重県北部では、毎間普及率が全国でも上位クラスにあるのに加えて、並行する施設である名古屋鉄道や近畿日本鉄道との競合や、優等列車はその多くが、JR 他社に直通しなければならないことから、在来線に関しては、採算の取りにくい環境にある。また、 新幹線に関しても、首都圏や関西圏など在来線は、JR 他社エリアに属する地域もあるため、企画販売や、東海道新幹線及び、中央新幹線で使われる、品川駅などの新駅建設などの際には自由に、動きが取れないことも多い、後日、発足当初から、在来線では、利益が見込める東海道線で、名古屋近郊を中心に、列車の増発、 スピードアップを図ってきた。他には、快速、三重の運行、竹予選の電化により、競合他社の私鉄を猛追いしている。収入源となっている、東海道新幹線においても、近畿日本鉄道が、名阪特急アーバンライナーの投入に対抗して、望みを増発して正確性と、スピードが求められビジネスマンをターゲットにすると同時に、安全面においても検査用車両ドクターイエローを、 投入するなどして徹底的に取り組んでいる。新幹線鉄道保有機構が解散されたことで、サービスの充実と新車開発が容易となり、東海道新幹線には3 0 0系、7 0 0系、n 7 0 0系、N700AK を次々に投入したり、新幹線車内での Wi-Fi サービスを開始したり、するなどして、サービスの向上にも取り組んでいる。一方で、 1987年の分割民営化当初に承継した3191億円の長期債務に加え、1991年に新幹線鉄道保有機構から買い取った5兆900億円の債務返済が重要な経営課題となっている。また、会社経営の根幹になっている東海道新幹線も開業から50年以上が経過し、老朽化した施設。 設備の大規模な改修工事に備える一方で、かねてから予想されている最大のリスク要因である、東地震に対しての耐震性補強工事も進めなければならない。このため、リニア方式による中央新幹線の建設で、首都圏と中京圏を結ぶ新幹線の二重化を図っているが、その建設費が債務返済と合わせた重要な経営課題ともなっている。 東海道新幹線の品川駅をめぐっては、1990年5月の決算報告で、品川の JR 東日本の土地を格安で譲り受け、そこに建設するという構想を明らかにした。その後、時価数千億円といわれる土地を、母家、1949年の価格で譲り受けるという計画を、JR 東日本ではなく、運輸省、現、 国土交通省に持ち込んだ。しかし、この構想や計画について事前に JR 東日本に連絡や相談をしなかったことや民営化の趣旨に反して国の介入を求めたことに JR 東日本が反発。その後、1992年4月に運輸省事務次官の仲介で JR 東日本の住田製二社長、当時と JR 東海の須田博社長、当時が会談し、須田がこれまでの行き冊を陳謝。当初の案を撤回することで、品川新駅の設置が決定した。1997年に JR 東海が独自に発売した新幹線回数券、東海道新幹線専用テックスキップは、東京都区内や大阪市内など、乗車券の特定特市内制度を適用させず、 さらに購入や座席指定を JR 東海の窓口に限定した。この切符以前から長く JR グループ各社の全国の窓口で発売していた新幹線回数券新幹線エコノミー切符は特定特市内制度を適用していたためテックス切符利用者が東京都区内や大阪市内からまで利用できると勘違いし上高駅の特定特市内駅や乗越駅で トラブルが続出した。JR 東日本や JR 西日本は在来線にも乗れると勘違いした乗客の苦情処理を自社でしなければならないとテックスキップの見直しを要請。しかし JR 東海は応じず対立が続いた。結局2年後の1999年にテックスキップと新幹線エコノミーキップを統合した新幹線ビジネスキップが JR グループで発売、特定特殊内制度適用、全 JR で購入や座席指定可能になるまで、この混乱は続いた。このテックスキップは、全校営業概要で挙げられた、JR 東日本や JR 西日本への支払いを嫌った一例である。JR 東日本が大多数の駅を抱えている。首都圏と JR 西日本が大多数の駅を抱えている。 京阪神県を結んでいる東海道新幹線で、開園制、年会費が必要の新幹線予約サービス、エクスプレス予約や組姉妹サービスの、プラス EX の利用を促進する背景には、このような事情もある。なお、新幹線の相互乗り入れが実施されている JR 西日本とは、2005年12月より、エクスプレス予約が、山陽新線区間の新神戸駅まで、 暫定的に拡大され、翌年の2006年7月22日より、東海道、山陽新幹線の全区間に拡大された。一方、JR 東日本のサービス、モバイルスイカは、JR 東海のビューエクスプレス特約サービスに契約することで、エクスプレス予約の利用が認められている。JR 西日本とは発足当時から、 東海道新幹線と山陽新幹線で一体的な運行を行っていることからか、前述のエクスプレス予約拡大のほか、700系以降の新幹線車両の共同開発、東海中国、九州地区との新幹線割引券、のぞみはやとく往復切符の発売など、協業の度合いが強まっている。JR 西日本とは、新台電車、285系も共同開発している。 2006年11月から名古屋県で導入した IC 乗車カードとかトイカが2008年3月29日から JR 東日本のスイカ j r 西日本のアイコカとの間で相互利用が可能となった当社の英語表記は都会レイルウェイカンパニーではなくセントラルジャパンレイルウェイカンパニーとなっているまた JR 東海の英語表記も JR 都会でなく、ジセントロルであり、JR 旅客6社では、唯一英字称号、略称、セントラルジャパン、中日本の意が日本語称号、通称、東海の音訳ではなく、地理的な意味も異なっている。切符の呪文には、C、セントラルの C が記されている。自社やグループ会社で、セントラルを含む名称を多用しており、JR セントラルタワーズや、 名古屋セントラル病院関連会社の社名にセントラルを含むものが存在するほか、かつてはセントラルライナーという列車も存在した。しかし一方で関連会社については都会の表記を使用する企業もいくつかあるほか、JR 東海バス JR 都会バスなど JR 東海エクスプレスカードのロゴには JAL タケイと記されている。年月日に 首都圏中京県間のリニアモーターカー式の中央新幹線を全額自己負担で建設することを発表した。路線距離は約 290km、総事業費は約5.1兆円。具体的な資金調達方法は未定とされたが、試算では開業8年目には2007年度と同水準の長期債務残高に戻り自力で建設しても、 財務の健全性に問題ないとされている。地元の要望で建設される途中駅については地元に建設費用の負担を求めるものとされた。全額自己負担での建設した場合、民間企業が独力で開業する初の新幹線となる。しかし、当時社長であった山田圭信が2013年9月18日の記者会見で絶対一平しない。 さらに10月17日の会見でも、リニアだけで、採算は取れないと公言し、リニア単独での投資回収を目的とする計画ではなく、従来の新幹線の収入で建設費を賄う考えであることを示したものの、これがうまくいくのかという意見や、トンネル掘削による地下水への影響、電磁波の人体への影響、新幹線の3倍を超える、 電力消費量などの点からリニア計画の意義を問う声もある。リニアについては、会社発足当初から鉄道総合技術研究所と共同で超電動リニア、磁気浮上式鉄道の実験などを行っており、2005年3月25日から9月25日まで開催された2005年日本国際博覧会愛、地球博に関連技術を含めて紹介するパビリオン、 JR 東海超電通りにアガムを出展した。2008年に日本車両製造を株式公開買付けによって連結し会社化した。2011年5月20日に国土交通省は JR 東海を中央新幹線の建設、営業主体として正式指名した。2016年政府が財政投融資の活用などで 資金支援することを表明したことから、名古屋大阪間延伸を最大8年前倒しすることを正式表明。同年11月には、鉄道建設、運輸施設整備支援機構より、中央新幹線の建設費用の一部について、約3兆円の借り入れを申請することを決定した。JR 東海の代表取締役名誉会長、当時である、加西隆之は2017年3月、 週刊ダイヤモンドの取材に対し、東海道新幹線というお財布があって、必ず返済できると表現した。2009年11月16日に、名古屋市内のホテルで高速鉄道シンポジウムを開催。出席した在日大使館関係者らへ向けて、東海道新幹線や超電導リニア技術の特徴を紹介したほか、前原京都間で N700 系車両、 Z0 編成による最高時速330キロ運転の体験乗車も実施。世界各国で高速鉄道建設が検討される中、JR 東海の両システムの優位性を広く世界へ発信した。2010年1月25日にアメリカの調査会社2社と最新型高速鉄道システム N700、アイバレットと超電導リニアシステム、 スクマグレブの展開を図るため、アメリカをはじめとした諸外国での市場で、いくつかの高速鉄道路線プロジェクトに参入することが発表された。2018年時点では、アメリカ国内で2件の高速鉄道事業を実行、またはプロモーション活動中であるほか、台湾高速鉄道から技術コンサルティングを受け負っている。日本の大動脈と、 社会基盤の発展に貢献する。駅業務の委託は、他の JR 各社と同様に行われている。かつては、地方自治体を通じて子会社の東海交通事業に再委託され、窓口にマルスタンマズを設置して、JR 各社のすべての列車の指定券も購入可能な駅がいましていたが、2011年10月1日の一新電駅及び紅茶屋駅の無人駅開港。 同社で簡易委託業務を行っている駅はない。現存している管内の簡易委託駅では、各駅所在地方自治体等が、駅業務を行っていて、大半の駅の窓口に、マルスタンマズが設置され、一部の規格乗車券発売や、払い戻し、クレジットカードは取り扱っていないが、通常の緑の窓口と、ほぼ同等の機能を有しており、利用者の便宜が図られている。 JR 東海では、緑の窓口の名称及びマークは、使用をやめ、JR 全線切符売り場、との表記に順次置き換えているが、この理由については、どの駅の窓口でも、指定席の発売が可能なためと説明している。緑の窓口、現、JR 全線切符売り場における、クレジットカードの取り扱いは、JR 旅客6社の中で最後まで遅れ。 JR カード、JR 旅客6社とクレジット会社の提携カード、および JR トンエクスプレスカードを除いた主要ブランドの一般クレジットカードの取扱いを開始したのは2004年4月1日からである。それまでは長距離乗車券類や定期券などの高額商品を一般のクレジットカードで購入できない状況が長い、間続いていた。2006年現在、 以下の 1982.0km の鉄道路線、第一子鉄道事業を運営している。新幹線は全て交流電化、在来線の電化路線は JR 四国と同じくすべて直流電化となっている。また、JR 東海では本線の故障が省略された形で案内される、例、東海道線、中央線、関西線、JR 他社とは異なり、 路線愛称が付けられた路線はなく、他社 JR 線への乗り換え案内でも、JR 東海では、路線愛称を基本的に用いない。また、各路線にラインカラーの設定もないが、2018年から順次導入予定。さらに、新幹線を保有する、JR 旅客5社で唯一鉄道建設、運輸施設整備支援機構からの貸付区間、整備新幹線を保有しない。 先区の所属会社は JR 東海を海とし同様に JR 東日本と JR 西日本をそれぞれ東と西の例で表す JR 東海管内全域に及ぶダイヤ改正については JR 発足後から1992年までは他の JR 各社に合わせて3月にダイヤ改正を行っていたが1993年から2006年までは ダイヤ改正を独自に実施していた。10月にダイヤ改正を実施することが多かったが、年によっては実施されない年もあった。2007年以降は一部、特に北海道旅客鉄道、JR 北海道、四国旅客鉄道、JR 四国を除く JR 各社に合わせる形で、毎年3月に実施している。JR 東海発足以降に、同社の路線で運行されている。 もしくはかつて運行されていた愛称付きの列車を挙げる。種別が変更された列車は変更後のもので記載し、他社の車両による運行のものはその会社名も記載する廃止列車は廃止時点。詳細は各列車の記事を参照。日本全国の鉄道事業者の中では珍しく、新幹線、在来線ともに、車内、客席での携帯電話の通話を禁止していない。 2003年10月より、利用者のマナー向上を認め、差し支えないと判断し、新幹線車内のデッキで通話するよう促していた、放送を取りやめ、マナーモードにするよう呼びかけているものの客席でも、通話を認めている。在来線においても、優先席付近では、混雑時電源を切る、容赦内放送で呼びかけているが、その他の客席での通話は特に禁止していない。 1987年の発足以来、新幹線、在来線ともに、積極的に老朽車両の新車置き換えを進めており、東海道新幹線と在来線の定期特急列車はすべて民営化後に設計、製造された車両に統一されている。一方、普通列車、快速列車に用いられる一般型車両においても、国鉄時代に投入された車両の置き換えが進んでおり、 2006年度末には約8割の車両が置き換えられた。さらに、2010年から2015年にかけて313系を申請投入し、これにより、国鉄から引き継いだ電車は211系0番台8両を残すのみとなり、ほぼ全てが自社型に更新された。起動車の置き換えも進められ、2014年から2015年にかけて全てが 自社型へと更新された。2017年3月18日現在、国鉄車両の割合は0.2%である。また、将来的な新幹線車両の n 7 0 0系への統一や、在来線通勤、近郊型電車の3 1 3系への統一、3 1 3系と、キハ2 5系機動車の車体設計の共通化、在来線のほとんどの車両が、 コーポレートカラーのオレンを基調とした車体塗色であるなど車両の標準化に積極的である。在来線の VVVF インバータ車はすべて東芝製の制御装置を採用している。機動車のエンジンはカミンズ製を標準としており、同社インドプネー工場、またはブラジルサンパウロ工場からの輸入製品用いている。 2008年に日本車両製造を連結し会社化した。これ以降、JR 東海の在来線車両はすべて日本車両製造で製造されている。2010年度以降、JR 東海の新幹線車両は日本車両製造と日立製作所で製造されいる。JR 東海のリニアモーターカー車両は日本車両製造と三菱重工業で製造されていたが、 2017年度に三菱重工業がリニアモーターカー車両の製造から撤退したため製造は2018年度に日本車両製造と日立製作所に変更された。なお、2011年から2012年の213計5000番内の飯田線への転用改造はすべて近畿車両でいった。新幹線車両は JR 西日本に在来線車両は JR 東日本、JR 西日本に乗り入れるものもある。JR 以外の私鉄へ乗り入れる自社車両は、2012年4月時点で、中央本線から愛知環状鉄道線に乗り入れる、新両両区の電車と伊勢鉄道伊勢線を経由する機動車のみである。1991年3月から2012年3月までは371系が、小田急小田原線に乗り入れていた。 2009年に最後まで残っていた電気機関車の EF64 型が廃車されたため JR 旅客6車の中で発足当初から電気機関車を1両も保有していない JR 四国を除くと初めて保有する電気機関車が全廃された車となったディーゼル機関車も民営化後に廃車が進められて DD51 型や D10 型は全廃となっており2011年度に 美濃大田車両区に配置されていた、除雪用ので15系2両のうち1両が、JR 西日本金沢号車両所と山市所に遺跡、もう1両が廃車されたため、JR7 社で唯一機関車を保有しない会社となった。JR 東海のほとんどの車両は、他社とは異なり、車体側面に大きな JR マークを掲出していない。JR マークは、 車体単に小さいオレンジ色のものが掲出されるほどにとどまっている。1989年4月に発表された愛称家、君を乗せてがある。歌詞は、社内公募。作曲は、井上大輔。歌は、高橋まりこ。井上のセルフカバーが、アルバム、エンドレスブルー、ブルーダイヤモンドに収録。また、ジョイスウンドによりカラオケ化。 曲番号を6065されている。2007年には JR 発足20年を記念して、新たに、社課、東海旅客鉄道株式会社社課、作詞、林望作曲、編曲、佐藤真香、2機会が制定された。山本陽次、陽次山本がデザインしたものが2017年5月まで使われた。運輸系の制服は、愛服、夏服、 冬服の3種類があり、それぞれにシングルタイプの一般用とダブルの優等用、また優等用のものをベースに、襟、ボタン等が異なる上級管理職用、課長以上の3種類がある。ネクタイはかつて十数種類存在したが、現在は季節ごとに、各2種類、計6種類になっている。その着用期間、ネクタイのタイプは、原業期間ごとに定めている。運輸系。 公務系制服ともに車掌である JR マークが入っていないのが特徴で、運輸系制服では JR グループの中で唯一である。傍将に至っては道輪にキリモ門、日本国政府の紋章という国鉄時代のデザインを踏襲している。名札は JR 初期には JR 他社に準拠していたものであったが、 民営化後発の制服の変更の際に JR 東海のみの独自の仕様となった。その独自の仕様の名札はよくあるアクリル板そのものを刺したりピン止めするのではなく布地に加工したものをマジックテープで止める方式となっている。職種に関しては原則として助役以上の管理職とライセンスが必要な車掌、車掌長、運転士、列車長のみ書か,かれ、 JR 他社のように管理職でない、主任や、駅といった所属は名札には記されない。運輸系の制服の腕章には、会社名、セントラルジャパンレイルワイカンパニーと、ステーションスタッフ、駅係員、トレーンクルー、乗務員、フィールドスタッフ、内勤業務者、司令員等、サプバイザー、助役等、ステーションマスター、駅長、トレーンクルーマネージャー、運輸区長、 運輸所長といった職名、一般用の夏服は腕章ではなく名札の下、また輸送用制服であればシンボルである林道の刺繍が施されている。その下には主任以上には職名に応じた林道を形取った階級章も施される。主任は2つ、助役等は3つ、駅長、運輸所長等は4つ。なお、関連会社である新幹線メンテナンス、東海。 東海交通事業、関西新幹線、サービック各社のうち、運輸部門に携わる社員は、類似した制服を着用しているが、会社名と職名に関わる部分は省略しているか、各社独自のものを着用している。2017年に25年ぶりの制服の全面刷新が行われ、6月より、熱中症対策から、新幹線、在来線の各乗務員用を中心に、 リニューアルされた。デザインは公益財団法人日本ユニフォームセンターが担当した。駅、在来線乗務員、司令員用の夏服はネクタイなしの半袖解禁シャツに、新幹線の乗務員の夏服はネクタイは引き続き着用する、物上着なしに変更され、現場長用は年間を通じてダブル6ボタンのスーツとなり、それまで JR 東海の特色でもあった。 新幹線乗務員の白いスーツはなくなった。JR 東海公式サイトに連結し会社及び持ち分法適用会社として掲載された企業群以外に JR 東海グループを自社サイトなどに表記している会社を含む。JR 東海には4つの労働組合がある。カッコ内は略称、組合員数が最大の労働組合は東海旅客鉄道労働組合である。 すべての組合と会社との間で労働協約を締結している。JR 東海は発足当初から従来の国鉄では見られなかった企業イメージコマーシャルを多数制作した。特に東海道新幹線を主題としたシンデレラエクスプレス1987年やクリスマエクスプレス1988年から1992年2000年放映は 21世紀初頭の現在でもテレビ番組等でしばしば取り上げられることの多い作品となっている。1993年からは、そうだ京都、以降、おキャッチフレーズに据えた新幹線による京都観光キャンペーンの CM を放映開始した。2006年からは奈良観光キャンペーン、うましうるわしならも加わった。JR 東海の CM は、 在来線の運行エリアにあたる東海、中京地区を中心に放映されているが、新幹線関連の CM については、関東地区や関西地区などでも放映されている。以下は、JR 東海の制作した企業 CM の一部。サウンドロゴは、発足当時から同じものを使用している。スポット枠でも30秒 CM を流すことが多い。 JR 東海の CM でも特に特徴的なのが JR 東海の主力路線である東海道新幹線を舞台に作成された一連のイメージ CM シリーズである。CM のタイトルはすべてエクスプレスで統一され、電通、著が制作を手掛けた。上記の提供番組のほか、JR 東海の営業エリアである関東、中部、関西地区、 東海道新幹線エリアと JR 西日本の山陽新幹線エリアである岡山県、香川県、広島県、山口県、福岡県の民放各局ではスポット CM を放映している。1990年代までは在京キー局制作の全国ネット番組にも複数社提供スポンサーの一つとして名を連ねていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。